私はパニコ、30歳の OL です。サラリーマンの夫港と結婚後、義妹の和葉が東京の大学に入学するにあたって、義母が義実家に一人で住むことに。港のお父さんは、だいぶ前に亡くなっています。だから、義母に寂しい思いをさせたくなかったのよね。ようやく引っ越しの荷物が全部片付いた。パニコさん、ミナット、二人ともそばができたわよ。わあ、ありがとうございます。引っ越しそばって確か、江戸時代から続く風習なんですよね。おそばの前は、お引っ越しの際にお餅を食べていたんだとか。そうそう、だからお餅も入れてみました。これからパニコさんとミナットが一緒にいてくれるから、とっても楽しくなりそうだわ。私と一緒に住んでくれるなんて、私、本当に幸せよ。こうして私たちの楽しい生活が始まったわけなんですが、それから数年後、義妹の和葉が実家に出戻ってきたんです。大学を4年留年してしまったらしく、退学するに至ったんだとか。この和葉がね、厄介な人物だったんですよ。一緒に暮らすうちに徐々にしょうもない奴だって分かってきたんですが、港の嫁である私は自分よりもお立場が弱いよそ者、この家に居候させてもらってるだけの他人だと思ってるみたい。私より先にお風呂に入るな、だの、うちのトイレを使うな、だの、本当にうるさいの。ある時仕事から帰ってくると、玄関の靴箱に入れておいた私の靴が全部出されていたり、またある時には洗面所に置いておいた私の歯ブラシやらコップが私の部屋に乱雑に置かれていたり、そしてとある日曜日も、ちょっとパニコさん、掃除機うるさい。私テレビ見てるの、音が聞こえない。頭おかしいんじゃないの？いや、でも和葉さん、夜に彼氏とデートに行く時以外ずっとここでテレビ見てるから、そんなこと言われたらいつ掃除機かければいいのか。は？居候がこの家の娘である私に文句言ってんの？あら、和葉。ここで玄関の掃除をしていた義母が声を聞きつけたようで、リビングに入ってきました。もうあんたは、働くわけでもなく家でゴロゴロして、もう大人なんだからいい加減ちゃんとしなさい。そう、こんな風に義母や港もカザホを怒ってくれたからまだ良かったのよね。ただカザホは、はいはい、わかったわかった、どんなに怒られても適当に聞き流すばかり。おそらくまたお母さんが怒ってるよ、うっさいなくらいにしか思っていないんでしょう。しかしそんなカザホも彼氏と婚約、相手はひろやさんという私よりも一つ年上の男性でした。恋人夫婦って性格が対照的だとお互いの欠点を補い合えて長続きするって言うけど、まさに二人はそんな感じに見えました。和葉がぐうたら人間なのに対して、ひろやさんは几帳面でしっかりとした男性というイメージ。そして内心、私は和葉が結婚して家を出て行ってくれる、よかったとも思っていたんですよね。ところが和葉とひろやさんの入籍前に港が交通事故に遭い、なんと逝去。あまりに急だったし、この事実を信じたくないし、涙が止まらないわ、頭は働かないわで、食べ物も当然喉を通りませんでした。しかし通夜の後、ただでさえ港が亡くなって生気を失っていた私に、和葉はありえない発言をぶつけてきたんです。お母さんもパニコさんも泣いてるところ悪いんだけどさ、早めに現実的な話をしておいた方がよくない？は？ほら、お兄ちゃんが亡くなったってことはだよ、パニコさんってつまり他人になるわけじゃん。他人って、あんたお兄ちゃんの遺体の前でなんてこと言うのよ。パニコさんは他人なんかじゃないわ、私たちの家族で。はぁ、家族？何、パニコさんはお母さんの娘なわけ？血のつながりもないのに？お兄ちゃんがいなかったら真っ赤な他人じゃない。なわけないでしょうが、パニコさんはこれからもあなたのお姉さんで。はぁ、お兄ちゃんがいないんだから、この人はもう私の義姉なんかじゃないわよ。ってことでパニコさん、帰省中は実家から出てってくれます？いい加減にしろ。義母一括。そして翌日の告別式の後も、帰宅後港の家を抱きしめながら私がリビングの食卓の椅子に腰掛け、ぼーっとしていると、はい、パニコさん、お茶と軽食、少しは何か食べないと。義母はそう言っておにぎりをテーブルに置くと私の向かいに座りました。
こういう話はパニコさんが落ち着いてからした方がいいかとは思ったんだけど、私はパニコさんにはこれからもここに住んでほしいと思ってる。でもパニコさんの意思はもちろん尊重したい。だがね、この家を出るにしても一緒に住み続けてくれるにしても答えが出るまでも何も気にすることなくここにいていいんだからね。お母さん、パニコさんは気遣い屋さんだから、それだけは先に言っておきたかったのよ。あとこれ。義母がポケットから取り出し私の前に置いたのは港名義の預金通帳でした。中を見ると残高がなんと2000万円ほどもあったの。昨日少し港の部屋を掃除して見つけたんだけど、あの子こんなに貯金してたなんて。そういえば前にパニコさんとの将来のためにこっそり貯金してるってちらっと話していたのを思い出してね。とりあえずこれはパニコさんが持っておいて。マジで？いくらいくら？通帳にいくら入ってんの？そこでカズハがリビングに入ってきて私が見ていた通帳をさっと取り上げました。1、10、100。嘘、2000万円？お兄ちゃんこんなにお金持ってたんだ。ほらカズハ。そこで義母がカズハから通帳を取り返してくれました。あんたは引っ込んでろ。はあ、なんで？お兄ちゃんの遺産ってことでしょ？ならこれうちのお金じゃん。パニコさんは他人なんだからさ。あんたはどこまで物を知らない子なんだ。こういった場合配偶者のパニコさんにだって遺産を相続する権利があるに決まってんだろうが。っていうか私としてはパニコさんに全額もらってほしいんだけどね。え？そんなのダメだよ。私たちはお兄ちゃんと血がつながってるんだよ。生まれた時からずっと一緒にいるのにさ、後から出てきた他人になんで横取りされなくちゃいけないの？もうあんたが出てくると話がややこしくなる。さっきも言ったけど引っ込んでろ。いやだ、その通帳のお金は全部私とお母さんのものだもん。それに私はこれから結婚して子供産んでっていろいろお金がいるんだもん。てか何？パニコさんいつまでうちにいるの？出てけよ。またあんたって子は二度とそんなこと言うんじゃないよ。次行ったら私が絶対に許さないからね。ああ、はいはい、分かった分かった。とカズハはいつものように義母からのお叱りを適当に聞き流しました。そして私に向かって、ほら何ぼーっと座ってんの？部屋の荷物まとめなさいよ。さっさと兄の財産置いて出て行け。港がこの世からいなくなって辛いっていうのに、この義妹にこれからもしばらくネチネチ言われることになるのかしら。そんなの精神的に耐えられないわよ。でもそうよね、一般的にこういう場合嫁って出ていくものよね。お母さんとはずっと一緒に暮らしたかったけど、やっぱり出て行こう、そう決意し義母にこの家を出て行きますというタイミングを伺っていた私でしたが、翌日そのカズハにとんでもないことが起こったんです。彼女の将来を大きく変える出来事がね。翌日玄関のそばに埃が溜まっているのが目に入り、玄関の掃き掃除をしていた私と、そこへカズハがやってきたんです。あれ、お母さんはどこにもいないんだけど。ああ、お母さんならちょっと用事があるからって1時間くらい前に出かけたけど。へえ、私これからひろやの家に行くからお小遣いもらおうと思ったのに。てか何度も言うけど、パニコさんまだいたわけ？さっさと荷物まとめて出てけって言ったでしょ。ここあんたの家じゃないんだけど。カズハがそう言ったので私はため息を一つこぼした後、言われなくてももう出て行きますよ。え、マジ？やったー。ああ、だけどお兄ちゃんの通帳を置いてったよ。あれはうちのお金なんだからさ。あんたはもう私たちとは赤の他人。あんたにお兄ちゃんのお金をもらう権利はないの。さ、そうと決まったらほら、あんたの部屋に行って荷物まとめるよ。通帳もあんたの部屋にあるんでしょ。そう言ってカズハは私の腕をものすごい力で掴んで家の中へと引っ張りました。え、痛い、離して。しばらくカズハの腕を振り払おうと奮闘していた私だったんですが、お前が家を出てっけ。突然義母が登場。
カザハの耳元でドスの効いた低い声を発しました。な、お母さん？カザハは肩をビクッとさせ義母を振り返りました。ちょ、お母さん、急に後ろにいるんだもん、びっくりしちゃった。もう、どこ行ってたの？てか、出てきて今、私に言った？ああ、言ったよ。ほら、さっさと自分の荷物まとめてきな。はい？またまた、何言ってんの？そんな風に言えば私が何でもいいこと聞くと思って言ってるだけなくせに。いや、今回のは本気だよ。出て行きな。義母が腕を組み、口をへの字にしてカザホを睨みつけました。その様子に義母の本気を察したのでしょう、カザホはようやくえっと声を漏らし慌て始めました。何言っちゃってんの？もしかして本当に本気なわけ？意味わかんない。私よりこっちの女は？他人の女をここに住まわせて、なんで私が出ていかないといけない？あんた知らないだろうけどね、この家のローンの支払いの残りはアニコさんが支払ってくれたんだよ。は？お父さんが亡くなった後、私一人であんたとミナトを育てていたけど、うちが他の家よりちょっと貧乏だったのはあんた分かってただろ。ローンの支払いでヒーヒー言ってたところ、パニコさんが今後は私もこの家に住むことになるのでって貯金を崩して支払ってくれたんだよ。だからこの家はパニコさんが住む権利は十分にあるんだ。分かったか？分かったわよ。仕方ないわね。特別に実家に住むことは許してあげる。どうせ私もうすぐ結婚してここ出てくし。でも家はともかく遺産は渡さないわよ。私とお母さんはずっとお兄ちゃんと一緒に暮らしてきたの。それをたかだか数年嫁やっただけの女に遺産を横取りされるなんて。カザハ。ヒロヤ。そこでなぜかヒロヤさんが登場。どうしてここに？まあいいや、助けてよヒロヤ。お母さんが家から出ていけなんてひどいこと言うんだよ。だから今日からヒロヤのところで同棲を。婚約は破棄だ。なんで？私昨日言ったわよね、次パニコさんに出ていけって言ったら絶対に許さないって。ヒロヤさんにあんたがいかに最低かってことをあんたの前で教えて差し上げようと思ってさ、ヒロヤさんをこうして連れてきたんだよ。口頭であんたの今までの悪事について事細かく話そうかと思ったけど手間が省けたね。ほんと実際にこの目と耳で見て聞いてよく理解した。俺は道を間違えるところでした。こんな女と結婚しようとしていたなんて考えただけでゾッとする。教えてくださりありがとうございました。そんな、お母さんひどい。娘のことをこんなに苦しめて楽しいわけ？娘？あんたはもう私の娘じゃないよ。はあ？私の娘はパニコさんだけだ。血のつながりなんてクソくらいだ。人の絆は血のつながりだけで測れるほど安いもんじゃないんだよ。お母さん。さあカザハ、これからは一人で生きてくんだよ。義母はそう言って玄関の靴箱にあったカザハの靴をすべて外に放り投げました。ひどい。カザハ号泣してその場にヘナヘナと崩れ落ちてしまいました。ヒロヤ、助けてよ。私一人でなんで生きていけ。何言ってるんだ。俺たちもう真っ赤な他人だろ。そう吐き捨ててヒロヤさんは私と義母に深々頭を下げると立ち去ってしまいました。そんな。カザハは放心状態、目から滝のように涙を流していました。その後カザハは義母に家を追い出され、しばらく友達の家に泊まろうと考えたそうなんですけど、ヒロヤさんがカザハの友達全員にカザハが港の遺体の前で私に出て行けと言ったり、港の遺産を私に全部置いていけと言ったり、やつの非常識で非人道的な行為を全部話したらしくてね。誰もがカザハにドン引きし、家に泊めようとしなかったんだとか。それでニートのカザハに貯金なんてなく、 SNS で知り合った男性の家になんとかかんとか転がり込んだそうなんですけど、騙されて借金の連帯保証人になっちゃったんですって。 SNS で知り合った男性はその直後に詐欺かなんかで逮捕されちゃってね。結果カザハは借金取りに追われ、今ではその金融会社の人たちに紹介してもらった
山奥にある厳しい工場で寝ずに働く毎日を過ごしているそうです。時々義母宛にカズハから手紙が届くんだけどね。まあ義母は手紙は全く読まず、ビリビリに破り捨ててゴミ箱にポイ。さて一方の私はというと、義母と仲良くあの家で暮らしています。あの一件があったことで私と義母の絆は前以上に深まりました。お母さん、ただいま。おかえりパニコさん、お仕事お疲れ様。今日はスーパーで卵が大安売りしてたから、パニコちゃんの大好きなオムライスを作ったわよ。わー、ありがとうございます。美味しそう。あ、そうだ、あのお母さん、またあの人から手紙が届いていたんですが。そう、ありがとうパニコさん。って早速ビリビリに破いてるし。その説はパニコさんに辛い思いをさせて本当にごめんなさい。そんな、お母さんは最初からずっと私の味方をしてくださって感謝してるんですよ。あいつわがままでちょっと常識がない子に育ってしまったとそう思ってたんだけど、まさかそこまでひどいやつになってしまうとは。もう本当に情けなくてたまらなくて、自分のしでかした非常識な言動を身をもって反省して社会勉強すべきよ。そうですね、お母さんが決めた答えは正しかったと思います。さ、ご飯食べましょう。お母さんのオムライス美味しそう。いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。